勝戦はこの試合で復活を期す中迫剛対デューイークーパー。ここ2試合完全燃焼が続いた中迫、海戦で痛めた足もほぼ回復し完全勝利を狙う。今回は絶対もう勝ちたいんで、倒して勝ちに行きますんで、食らいついてでも倒しに行きます。押す。相手は北米名体王者のデューイークーパー。中迫、この勝負をものにして前陣の谷から這い上がれ。ラーンワンゴー。 K-1 ジャパン日本対世界選抜5対5マッチ副勝戦です。中迫剛対デューイークーパー。画面の現在左です。オレンジイエローのトランクスが中迫剛、身長190センチ。そしてこの見た目にも非常に異様な雰囲気を漂わせているのがデューイークーパー、24歳、身長183センチです。中迫の方が上背があります。関根さん、はい、この試合はまず見た目からなんとなくこう訴えるものがありますね。そうですね、このクーパーというのはすごい大胸筋してますね。これが見せかけだけの大胸筋なのか、それともすごいパンチを持っているのかっていうのは、ちょっと不気味ですね。はい、石井さん、このデューイークーパー体を見る限り素晴らしいですね。シェイプアップしてますね。はい、関根さんが言われた通り、ご覧のように大胸筋が盛り上がります。そして右腕をちょっと見てください。浮き上がるタトゥーがあります。これはエジプトのマモの神様を表すんだそうです。まだ両者ともにオープニングパンチ、オープニングキックは当たっていません。右のハイキック、さあデューイが前に出た、膝が出た、組み合いになりました。動き早いですね。そしてこのデューイ・クーパーは右の大胸筋の上には今度は自分のルーツでありますナイジェリアの攻めの神様をタトゥーしています。さあ中澤コーナーに詰める、右のハイキックです。石井さん、はいはい、相手は本当にスピードありますね。今関根さんもおっしゃいましたが左の蹴りはありますね。右のローです。パチーンという可愛い顔がしました。思い切りがいいですよね。うん、距離の取り方もうまいし、はい、からパンチがどうなるかね。なんとなく見た目にも、そしてこのとにかくプロのファイターという感じがしますデューイークーパー。そうですね、プロっぽいですね。いかにもプロですよね。アピールしますね、はい、見るものに。いいワンツーですね、左ストレートいいですね、マスクの右です、ね、それからデューイークーパー、今ちょっとずれてしまったんですがトランクスじゃないんですよね、これ ね、短いスパッツで上下にこうエプロンのようなものが垂れている。そして股間にはコブラの刺繍がしてあります。さあ左のフック、ロングフックだ、手太しいですね。とにかく中迫、さあ中迫の出した最後の連打、右の入った、これは効いてないというアピールをするデューイークーパー。とにかく中迫は試合経験、キャリアという引き出しが今一番自分には欲しいんだ、そのように言っていました。そういった意味では今回情報のない相手と戦うということでは中迫にとって一つの試金石になるかもしれません。さあコーナーに詰めている中迫、左のハイを蹴っていきますが、これは中迫がガードしています。左のローです。中迫のミドルキックみたいですね。今いいですよ、いいとこ入りましたよ、中迫は落ち着いています。相手に惑わされていません。左のワンツーです。パンチもスピードがあります。ちゃんとブロックしてますね。落ち着いてますね中迫。第1ラウンドのゴングが鳴りました。中迫強し対デューイークーパー。今回が K-1 戦目になります中迫剛、デビュー戦から3連勝、その後の3連敗、勝利はいずれもノックアウト勝ちでした。リングサイドでは前回ライティングサンデー戦いましたアンディ・フンが見ています。さあ中迫がまたじりじりっと前に出ます。パンチからローのコンビネーション、とにかく中迫はあとコンビネーションのバリエーションが欲しい、このように練習の時に話していました。中迫の眼光が鋭くなっています。相手を見つめる目つきが鋭くなっています。パチンパチンと両選手がキックを出そうと、そしてパンチを出す音が場内に響いています。大きな歓声はありませんが場内は緊張に包まれています。あの左に伸びてきますからね、右のガードちゃんとしておかないと。デューイの左のロングストレートですね、中迫は今落ち着いてますね。落ちてます、ここまでプロのリングでは3戦3勝、今日の試合に勝てば4勝3敗と1つ勝ち越すことになります。
中迫にとりまして、この試合はプロの格闘家として一つのターニングポイントを迎えた試合なのかもしれません。まだ K-1 ジャパン日本対世界選抜では中迫は勝ちはありません。ただ負けた相手がスタンザマン、アンディフグといったベテランたちでした。さあ首相撲になります。マスターさん、はい、ですよ。クーパーサイドですが、クーパーは全然怖くない、全く技は効かないと、そしてセコンドもキックで足を止めてフックパンチで決めろ、そう指示が出ています。なるほど、はい、右のミドルです。ミドルはいいですね。ミドルてて今のはいいですね、効いてますね。ミドルですね、はい、ちょっとクーパーが嫌がってる表情が見えます。さあ左右のワンツーだ、左右のストレート、アッパーを返していく、ユーイクーパーも負けずに打ち返してきます。あっと膝がローブロー、点滴ですね。股間に入りました、急所に入りました。 K-1 ルールでは急所への攻撃は禁止されています。一旦時計が止まります。デューイクーパーに対しましてローブローの注意が与えられました。さあ中迫がまたコーナーに詰めていきます。右のストレートを放ちました。デューイは今はサウスポースタイルですが、俺はオーソドックスもできると言っていました。左のハイキックです。今回は中迫はとにかくすっきり勝ちたいんだと言っていましたが、まさにその通りになりましたね。中迫のちょっとしたところですよね、ちょうどスタミナのところ一瞬。デューイのこのトリッキーな動きにも中迫は惑わされませんでした。落ち着いて相手をよく見ていました。日本対世界選抜、この中迫の勝利によりまして2勝1敗1分けということになりました。さあその素晴らしいハイキックをご覧いただきます。関根さん、すごいですねこれね。これは直角に顔に当たってますね。さあもう一度ご覧いただきます。さあ、もろに顔面ですね。さあこれです、中迫の右の甲が右のストレートをボディでフェイントかけて、それで上段ですがガード下がったところですね、あれ、はい、右でボディだと思ってガード下がったところを右の、はい、ああなるほど、あのストレートは最初からフェイントのフェイントだったんです ね、 ですね。さあ中迫がきっちりと結果を出しました。日本対世界選抜5対5マッチ副勝戦です。絶対勝たなきゃいけない相手だったと思うんですけど、 そうですね、その辺はかなり意識しました。そうですね、だから自分も勝ちにこだわってましたし、まあ、相手的にも勝たなきゃ、倒して勝たなきゃいけない選手だって分かってたんで、まあ、とりあえず課題はクリアしたと思うんで、はい、とりあえず勝てました。